それでは後半戦やっていきたいと思います。後半戦って、まあ、戦うわけじゃないんですけどもね、今前半でやった、パフォーマンスの、基礎的な部分の動きのみでちょっとパフォーマンスやってみました。じゃあ後半また違うことやっていきたいと思います。後半何やろうかなって考えたんですけども、まあ、高助の部屋ということでですね、改めて僕の部屋を紹介したいなと思います。じゃあドアから、今廊下にいるんですけどもね、入っていきたいと思います。でドアを開けて入ると、はい、こっちから見るとこんな感じです。ちょっと近くて分かんないかな、まあ、左の壁こんな感じで、パンプイットアップのなんかもらった T シャツと、桃色クローバー Z の、これもいただいたタオルですね。こっちも桃色クローバー Z の高木レニさんのなんか被るタオルみたいなやつ。これ、僕が作ったベンブリンカーの、なんていうんですかね、2セット、ペアの T シャツです。これ、まあ、友人とですね、とあるパフォーマンスの大会に出てベンブリンカーという曲をやったんで、作ってみました。花飾りは紙につけるやつですね。でその時にですね、なんかゲストで来てたトリプル H の皆さん、リュウさん、ダイさん、ハル、何でしょう、ハルカさんの3人からサインをいただいたのですね、飾ってます。でその下、これわかるかな、グレートサイヤマンっていうドラゴンボールのキャラクターの衣装を着て、僕が前名古屋であった大会にですね、素性を隠して参加しました。まあ大半なんか前半ぐらいでも予選ぐらいでバレてましたけどね。でこう着て、押し入れがあってカレンダーですね。はい、1月は柴犬です。でこの辺ちょっと汚いですけど、いろいろパネルとか作った時とかのガラクタがあって、ガーッと来て、ここはいつも寝てるベッドで、上こっち、はい、表彰状とか写真とか、この辺もそうか。で、こうバーっと来て、この辺。CD とか、作ったペーパー、クラフトのやつとかかな。ちょっと左から紹介していこうかな。大会名とか、まあ、言ったらまずいかな。表彰状。これは、陶劇か。陶劇、平成23年だって、これ。結構前ですね。こっち、いろいろ名古屋とか、みんな日付入ってんだね。26年、平成24年、結構前のだね。これいただいたタオル飾ってます。こっちも表彰状かな。あ、店舗大会とかありますね。これ店舗大会、すごい誤字がすごいんですけど、あなたは本大会に大きましてとか書いてあるけど、この辺もいただいた。これあれか、MV 一回ミュージックビデオス、参加させていただきましたチルヌル大赤さんの、アルバム It のね、宣伝というか、まあこれもらったのと、あとメインボーカルだったユウさんからコメントをいただきました。その下、プロトタイプさん、これとある番組に出させたときにですね、ダブルタッチの世界記録というかギネス保持者のチームの方と共演させていただきまして、出た、時にいただいたパンフレットです。でこの辺、まあ、写真があって、これは何だろう、 KC のシールと、アイドル教室か、UMU の企画の時にですね入った、僕は君に恋をしたっていう曲のアーティストさん、アーティストというかアイドルさんですね。まあ、アントニオ猪木さんは、これはたまたま駅前でアントニオさんが本人が配ってたんで、なんか政治家なんかのやつかな、いただいたやつです。でこの辺、自分がやった大会の賞状とかパンフレットですね。でこれ交流会とか秋葉原の大会とか、あと本若さんにもらったいろんな DVD とか入った入れ物とモンスとかな。ここは、水戸のご当地アイドルさんかな。はい、結構ちょいちょいね、ウンタラッキーズって前やってたパフォーマンスユニットで絡みがあったので、絡みがあったというか、まあちょっと振り付けの面でですね、DDR のステップをやったのを採用していただいたんです。その後ライブとかちょっと見に行って、
写真とかこれいただきました。これもチリヌルオアカさんかな。でこの辺飾ってあるやつ、前に作ったあのこれか、吉高さんのキャラクターのトリプルカウンターか、あのペーパークラフトで、この辺買ったりいただいたりいろいろした CD、 大会でもらったやつとか、あとこれあれか、ヒイラギリオさんってあのリリアルにちょいちょい曲出してる方の CD、 これなんかたまたまゲームセンターに行った時にマネージャーさんにいただいたやつ、日本少年チャンス&ダイス、これも大会の景品かな。はい、これ桃色クローバーの ライブ行ってきてめっちゃ物販並んで買ってきたやつ、1時間ぐらい並んだんかな、これもっと並んだな。これはニデラのキャラクターかな、 2DX のキャラクター、これも大会の景品で、なんか UFO キャッチャーの景品かなんかでいただいたやつで、この辺がバージョンが終わるごとにこうバナーとかポスターとか、あのゲームセンターでどうせ捨てるだろうみたいなやつもらってきたやつとか、あとは大会の景品でサインもらったやつとかですね、この辺の DDRX とかも、あとは 2DX のコントローラーとか、この旗もそうですね、9筐体、黒筐体、赤筐体の X2 が終わった時にバナーとしてついてたやつを X3 に入る時にゲームセンターが撤去するっていうんでもらってきました。これいつぞやの高助の部屋で作ったやつ、結局まだ未完成ですけど、でこれファーストのバナーというか上の看板ですね、めっちゃ硬いんですよ、これすごいでかいし、めっちゃ硬いし、まあおかげでここに飾れてますけどね。あとこのくまモンのタオルとかもいただいたやつ、これもご当地ちゃんのタオルかな、まあ、そんな感じで、こんな感じで、あとパネルだよね、うちの部屋といったらこれこれこれ、自作パネル、まあ、これ作るところはちょっと放送できませんでしたけど、あのいろいろデザイン変えた時とかの放送は撮ってますね。今度このバーのですね、ここのデザインとか変えたり、まだ結構この木目、木の部分とかが出てたりするんで、それを加工して機械を作りたいなと思ってます。あとなんか吉本のビックリマンチョコって一時期出てましたよね、それここにちょっと集めてたんで貼っときました。まあ、そんな感じですかね。あとはここに家庭用 DDR とかその他ゲームがいろいろ入ってます。あとスガキ屋のお皿、これも大会でいただきました。あとこの辺か、表彰状じゃない、なんだ、盾とかこれとか、そうトロフィーとマグカップ、これ新足神って、なんか当時の新足神様だけが集まったなんか部門みたいなのがあったんで、これすごいレアなカップかもしれません。あとこれ名古屋で食べたラーメン屋の名刺、この辺とか、あとこの辺あれか、たくさんあるんですけども、一個一個その大会に出た時の名札を取ってます。ちょっとこれカゴにいっぱい入ってるんですけど、これでも入りきんなくてもう2カゴぐらいあります。これパフォーマンスで使った時に作っていただいた、高助の T の字のですね、ハートマーク、あとサードのこれなんかハードオフで買ったソフトに入ってたおまけみたいなやつ、多分当時どっかで配ってたんでしょうね。まあ、そんな感じです、僕の部屋は。あと新年ってことでこういうの貼っときました。ちょっと動画気づいた人いるかな、これよーく見ると爆炎と激流って書いてあります。あと上ね、タコ吊るしときました。動画前半で気づいた人いるかな、顔がパラレボさんになってます。はい、そんな感じで僕の部屋は、いつもこんな感じで収録放送してますというか生活してます。最近ねちょっと加湿器をいただいたんで、ここに喉が痛いんで使ってます。まあそんな感じです。今高助の部屋を紹介しましたけどもね、せっかくスペシャルって言うんでそんな10分ぐらいで終わっちゃうともったいないんで、前回、レベル15のですね各5部門ランキングと、トップ10を決めたと思うんですけども、ちょっとあれ好評だったんで、今回はですね違うこんな感じで、レベル16以上、まあ、前回15やりましたね、16、17、18、まあ、19は曲少ないんで18までのこの3レベルをですね、ワースト3とトップ3、今回はクリア難易度だけで、
ランキングつけていこうかなって思います。まあ簡単に言うとワースト3なんでね、例えばレベル15がクリアできて次レベル16をクリアしたいなと思った時にこの3曲やるといいんじゃないかなっていう感じですし、逆にこの3曲は絶対選んじゃダメだよみたいな感じ、逆に17に今度レベルアップしたいな、16がクリアできますよなんて人は逆にこの17やる前にこの1、2、3位の3曲やってみたらいいんじゃないかななんて思います。でこれを3部、レベル16、17、18って発表していきたいと思います。でまずじゃあ、まあ、いわゆる詐欺と逆詐欺ですよね。であと総合評価もつけておきました。で前回の、10何点何何みたいな書いておきました。じゃあどっちからいきましょうかね、トップとワースト。まあじゃあ54位からいきますか。レベル16は56曲あるんでね。はい、54位、隅田川花恋歌チャレンジ。レベル16ですけれども僕は、15.78 って評価をつけました。まあクリア難易度に関してはこの 15.78 じゃないんですけども、まあ得意不得意はあると思うんですけども、スコアとコンボとかも含めたこっちの総合評価は 15.78 でつけました。でまあこれ高助の部屋でも前解説したと思うんですけどもね、まあクリアに関して言えば、今回クリアのランキングですのでクリアに関して言えば、あの難所が取れなくてもそんなにゲージが落ちることはない。まあ8部全部が全部ミスするってことはないでしょうから、そうやって取っていけば、まあ16の中でも非常に簡単な方じゃないかな、ワースト3かなっていうことでここに入れました。じゃあそのまま55位発表しましょう。ワースト2位よいしょ、はい、アストロゲイザー。まあ今軽視期間中でなぜか解禁してますからね、普通に選べますからやれると思うんですけども、総合評価 15.75、まあ、これもスコアコンボ込みでつけた難易度ですけども、クリアで言うと隅田川花恋歌とどっこいどっこいかなっていう、まあどちらかといえばアストロゲイザーの方が簡単かなって僕は思いました。まあ一応停止があるんですけども、あの停止別にそんな難しくない、フリーザローでここ止まるよみたいな感じでなってますんで、まあちょっとリズムは難しいんですよ。16部から、いわゆるノートやレインボーかけど黄色や紫から始まるリズムが多いんですけれども、言うてリズムが分かんなくても来たとこ踏んでればフェイルドはしないかなっていうことで、まあ評価16の中でもかなり低く、クリア難易度低いなと思ってここに入れました。じゃあ16で何が一番簡単か、もうレベル15じゃないかみたいな譜面、最下位ワースト1位、56位、これじゃん、はい、最近解禁というかエキストラに出ましたエメラ、15.68 と総合評価つけましたけども、ちょっと振り回しと12部のリズムは難しいです。ただ、まあ、前回15でやった振り回しに関してはかなり15の強い方が強い、スパニッシュスノーウィーダンスとかもあの辺が15にいますから、やっぱりこれは 15.68 かなっていうふうに思います。まあまずまだねエキストラステージの曲なんでね、現在ちょっとやるのは難しいかなと思うんですけども、解禁したらぜひ16やってみたいな、クリアしたいなって思う人はやってみてください。じゃあ、16トップ3じゃん、もうこれは17じゃないかぐらいに入るっていう、はい、ちょっと難しいけどプラナ鬼、まあ、チャレンジですね、プラナのチャレンジ。シングルやってる人はちょっとって思うかもしれないですけど、ダブルのこれ非常に難しいです。まあ、前半のリズム難のところ配置が取りづらいのと、まあ基本的に渡りで前半後半に同じような配置が来るんですけど、同じようなリズムですね来るんですけども、それが同時押しから、3連に入るところ、これが、なんて言うんですかね、どっち足で始めるかが非常に難しい。同時押しで両足を取られた後次に来る3連が左足から入るのか右足から入るのか、これが非常に難しく、迷うとスライドしなきゃいけない。かといって渡りも簡単じゃない、これ16の中でも、まあ、総合評価 9.2 とつけましたけど、かなり難しいです。はい、あと、まあ、停止が若干ありますね、あそこはそんな難所ではないんですけども、あちなみにプラナの攻略法は僕ミラーかけてるんですけども、ミラーの場合同乗しの後は3連は
右足から入る。基本的に右足から入る。たまに左足の箇所もあるんですけども、迷ったら絶対右足。4回に1回ぐらいしか左足入りが来ないんで、でかつミラーでやってると間違えて右足で入ってもまだスライドできる配置なので、僕はミラーで、迷ったら右足っていう風に攻略してます。はい、じゃあ DP16 トップ2クリア難易度ですね、これは。はい、はい、トリガー、言わずもがな、 16.99 ギリギリ17じゃないかなと思って、まあ、総合評価で見て17じゃないかなっていう、ギリギリ16かなと思ってこれをつけましたけども、クリア難易度で言ったらもう17あるんじゃないかなって僕は思ってます。なんだろうな、まあカズダンス、もうこの曲が最初語源じゃないかなって思うぐらい、このカズダンスね、あの6パネル上だけ下だけの振り回しっていう感じですかね、特殊なひねり、まあそこ12部なんであれなんですけどね、まあ、実際ソフラン、BPM 変化、停止、連続停止、難しいですし、何せ BPM 高速で400、中速で100、200ありますから、あとリズムも難しいですしね、特に16の中でコンボなんです。接続が難しい。で、ゲージもやっぱり落ちやすい。振り回しのところとかで、まあ、特に最後の方ですね、400になってから非常に難しいので、クリアランク16の中で2位とつけさせていただきました。じゃあ、DP16 最強はなんだ、じゃん、1位、はい、トリップマシンエボリューション、エキスパート高助評価 17.72 ですよ、これ総合評価で72ですよ、17人いてももう7割2分ですよっていうぐらい、僕はこれは強いと思う、ものすごい詐欺曲だと思ってます。クリア難易度に関しては 17.56 だとは思うんですけどもね、リズムも特にコンボめちゃくちゃ難しいです、これつなごうと思ったら18クラスあります。まあフルコンボの難易度で言えばですね、このトリップマシンエボリューションのチャレンジがですね、18の中でちょっと簡単な方になるんですけども、まあコンボだけの難易度、まあ体力値とかスタミナとかを考えないで言えば、多分エキスパートの方が難しいと思います、局所なんです。かつクリアで言うと、その局所難のせいでクリア難易度がめちゃくちゃ高いです。17.72、もう17の半分ぐらいクリアしても16のこっちの方が難しいんじゃないかっていうぐらい僕は高く評価してます、これは。はい、まあ15から16に上がる人、16やってみたいな、クリアしてみたいなって思う人、絶対に選ばないでください。はい、でも17がある程度できてきてやっといい点狙っていいんじゃないかなって思うぐらいこれ難易度高いです。逆に16今やってますって人で、トリップマシンエボリューションやって得意ですとかいう人は17いってもそこそこ通用すると思います。まあ、そんな譜面です、これは。はい、非常に詐欺です。まあエメラ言うてそんなに逆詐欺でもないんですけどね、トリップマシンエボリューションが非常に詐欺です。まあ、こんな感じでレベル16の、ワースト3トップ3でした。じゃあ次17に張り替えます。はい、張り替えました。レベル17いきましょう。ちょっと歪んでない、見える、非常に歪んでる気がする。まあいいか、ワースト3ちゃんと映ってる、映ってるね。じゃあいきます。32曲あります、レベル17。ちょっと少なくなってきましたね、やっぱりこの難易度になると。レベル16が56曲に対してまあ32曲、ちょっと少なめですけども、17はそこそこ詐欺、逆詐欺あるなって思います。じゃあワースト3、30位から17の簡単な方からいきますか。はい、ちょっとかぶっちゃって見づらいけど、デルタマックスエキスパート、レベルというか高助評価 16.80、まあ、こちらの評価はまたスコアコンボ込みですけども、クリア難易度で今回見て、16から17に上がった時3番目に難しいかなと。まあ、16.80、 さっきね16のこれちょっと戻す、トリップマシンエボリューションが 17.72 ってのはほっといて、トリガーとか 16.99、 プラナ 16.92 ってつけましたけども、まあ、クリア難易度で言ってもちょっとプラナといい勝負、下手したらプラナよりちょっと下かなって僕は思ってます。これプラーナかな、読み方。
で、このトリガーとかプランナーのちょっと下にですね、もう2曲ぐらいあるんですけども、まあ、9点台、88ぐらいの2曲あるんですけども、それと同じぐらいかな。16.89 か。まあ、クリア難易度で言ってもそのぐらいかなっていうふうに僕はつけました。まあ、難所っていう難所は特にないんですけども、縦の一段だが一回長いところぐらいが難所ですね。で、一番難しいのはそこじゃなくて、全体的に倍速なんて言うんですかね。等速、いわゆるハイスピード 1.0 でやっても後半かなり速いですし、まあ、かといって倍速上げると速すぎてできないんですけど、前半めちゃくちゃ詰まってます。これ BPM100 から始まりますからね。まあ、ないせその、譜面を読むという部分でかなり難易度が高いです。ただクリアに関しては、来たところなんとなくそれだなっていうのを踏んでれば、グッドでも拾っていれば落ちませんから、まあ最悪プレミアム、なんとか使って、プレミアムコインでしたっけ、使って0.75 倍を使いましょう。そしたらかなり楽になります。じゃ、17、ワースト2位、32曲中31位、じゃん。クリア難易度でマグネティックチャレンジ 16.84、 これもかなりクリア難易度は低いですね。まあ、32部のドラランみたいな入ってくるんですけど、別にそこ踏めなくてもゲージ落ちるわけじゃないですし、言うてエキスパートのレベル15がちょっとひねりました、暴れましたみたいな感じですよね、これは。まあ、かといってそこまで15の譜面と比べたらやっぱり簡単ではないので、 16.84 ぐらいですかね、総合評価は。まあ、クリア難易度で言ったら 16.80 ぐらいかなって僕は思います。まあ、スコア難易度だけちょっと高いですけど、やっぱりその曲のリズムとしてはまだそこまで、まあ、例えば15にいるコンドルとか、ああいう取りづらさとか、また判定の難しい NGO とかに比べたらまだ全然取りやすいんで、 16.84 っていう風につけて、まあ、クリアでも 16.8 ぐらいかなっていう風につけました。じゃあ17、レベル17最下位、一番クリアが簡単ですよ、これ、はい、32、プルートチャレンジ 16.80 評、高助評価、クリアで言うともっと低いです。ただまあ、知ってる人は知ってると思いますけど、非常に停止します。非常に停止が多いです。初見難易度は17あります。あと振り回しが前半結構 BPM200 台の振り回しが早いのがありますけども、ただアラビアータっていう譜面がレベル16にありまして、あれが200ちょっとの BPM で振り回しがあります。まあ、あれも16の中では真ん中よりちょっと上ぐらいに来るんですけども、あれに比べると停止さえ覚えればみたいなところがあるので、まあ、全体的な難易度はやっぱり16の譜面よりは難しいんですけども、まあ、逆詐欺17の中にいたら非常に弱い、そういう意味でプルートを一番下につけました。まあ、この3曲そこまで大きくクリア難易度に差はないです。ただその32部が入ってたり倍速なんであったりっていうところでちょっとここ差をつけてみました。まあ、16はこれ今17ですけど、16のレベル高い方になってくると結構16が曲数多いもんで、それが何曲かこうやっぱり間に入ってくるような感じはします。まあ、順当に難易度をつけた場合ですね。でトップ3いきましょう。16から17に入りましたって人が選んじゃいけないやつですね。下手したら18でき何曲かクリアできるけども17で落ちますって人もいるぐらいの難易度になってきます。これはトップ3じゃん。クリア難易度で3番目に難しいの17で、はい、エアヒーローズ、はい、もうね言うことなく18です。総合評価 18.00 ってつけましたけども、クリア難易度は 18.02 ぐらいあります。何が難しいって何も難しいですこれ、はい。特に前半、少し、まあ、難しい譜面が来た後に前半から中盤に入るところにすごいラッシュがあります。あれを17と呼んでいいのかと僕は思うんですけどもね。ただ全体的にはその18のやっぱり難しいのと比べると 密度というか、そのやっぱり休憩になる地帯、8部のスイッチ地帯っていうのがありますので、まあこれが
僕としては総合評価で18のぴったり18なんじゃないかな、17歳強18歳弱っていう感じじゃないかなっていうふうにつけました。スコア難易度はちょっと低いです、やっぱりリズムが取りやすいです。ただコンボクリア難易度が高い。クリアに関してはもう 18.02 ぐらいだと僕は思ってます。はい、じゃあ17のトップ2いきましょう。もうここで 18.0 ついてるんですからね。はい、18.05、エゴイズム440、なんていうの、440、英語苦手ですいません。はい、440とかでいいのかな。エキスパート 18.05、 総合評価で 18.05 つけましたけども、これスコアもクリアもコンボも全て難しいです。はい、つい最近までね、全国1位がトリプル A 出てなかったとか、そういうレベルです。17でですよ。はい、そういう譜面です。で、何が難しいかって、とにかく速い振り回し、そして変速、もう何もかも難しいですね。特に前半連続停止地帯、難しいのは停止ではなく、停止した直後、なんていうんですかね、停止のリズムが難しいわけじゃないです。停止による遠距離配置がすごく難しいです、これ。振り回される。タカタ、タカタ、うん、タカタ、みたいな、その、停止するからって振り回していいのかみたいな配置してます。あと最後、最後も連続停止きます。それが、停止後から振り回しみたいなのがあるし、あと、ベースキックって、あの、後半盛り上がるところ、すごく難しくなるところから、すごい440の、まあ、いわば220の16分の地段だですね。かなり、まあ、シングルの激プルートリリンキッシュなんかでも、地段だ入ってきて17で強いかなって思うんですけど、440で地段だですんで、で、なんていうんですかね、1箇所2箇所に固まってるわけじゃなくて、若干ばらけます。それが非常に難しいです。はい、こんな感じで、もこれは18だろうって、シングルがエキスパートが難易度18に、今作格上げされたのに、なぜお前は17なんだって、もう本当に突っ込んであげたいですよね、これ、くれぐれも17初めてやる人は選ばないでくださいね。はい、じゃあ17レベル17トップ トップか1位発表。はい、クリア難易度1位ドーパミンエキスパート。もうね、ここから言わせてもらうんですけど、あのゆういちさんの譜面ちょっとやりすぎでしょって思うよね、これ。なんで17ってつけちゃった、なんで17ってつけちゃったんだろうねと思う。 18.30 総合評価、クリア難易度ではもうちょい低いかな、18、まあ最後が難しいんで 18.2 ぐらいかなって、20ぐらいかなって僕は思うんですけども、総合評価、まあリズムも難しいし、 BPM 変化もあるし、そもそも BPM200 なんですけども、まあ、超加速もありますよ、倍速かけて見えなくなるところがありますし、何せ最後のコンボなんね、コンボなんでゲージを落とす、今回クリア難易度でつけましたけど、コンボなんでゲージを落とす、その前にさらに配置がばらけて難しいっていう、そもそも最後の密度、最後20秒ぐらいの密度が17の密度じゃないで、一つ言わせてもらうと、一番最後のコンボなんの譜面、振り回しの譜面なんですけども、あれレベル18の中でも最強クラスにいるプルトリリンキッシュと全く同じ配置してます。あれ18でも19じゃないかっていうぐらい怪しい曲なんですけども、BPM も同じ200、まあ、あっちは倍取りで400ですけども、同じ、全く同じ配置が最後の最後に来ます。それでお前17かっていう、もうあそこのコンボ難易度だけ見れば19クラスだと思うんで、非常に難しいですこれ。18、まあこの後18の逆詐欺見ますけど、もうこの辺全然もうね、まあ、この辺りはまだあれだけど、もう本当に 18.30 ですからね、3分の1近くいってますから、でクリア難易度 18.2 ぐらいか、5分の1ぐらいいってますから、かなり難しいです。はい、17を初めてやる人は絶対に選ばないでください。まあそもそもあの高速地帯が初見殺しなんで、18とかできる人でも初見はかなり苦戦します。
まあ、そんな感じでレベル17の、総評でした。総評というか詐欺逆詐欺でした。まあこの詐欺逆詐欺ってやっぱり BPM 変化や停止で難しい曲って意外と低く難易度が高めについてて、でストレートに殺しにかかってくるいわゆるエアヒーローズみたいなのは、低めについてるっていう、あ、高めか、高めについてるっていう感じがしますよね。まあ、これを見て次レベル18に、行きたいと思います。まあ、大体これを見たら18どんな曲が上位でどんな曲が下位かっていうのが分かってくると思うんですけどもね、張り替えたいと思います。はい、張り替えました。レベル18トップ3ワースト3、まあ、クリア難易度詐欺逆詐欺やっていきましょう。レベル18、28曲現在あります。じゃあ26位から早速いきます。ワースト3、はい、マックス300、300かな、X スペシャルのチャレンジです。まあ、チャレンジしかないですけども、総合評価高付け評価 18.20、クリア難易度はもうちょっと低いです。まあコンボの接続難易度が高いんで総合は 18.20 ってつけましたけども、さっきのドーパミンより僕は、総合評価下だと、これですね、17のドーパミンより下だと思います。ただエゴイズムよりは難しい。はい、そんな感じです。ちょっとですねこれ、まあ、27位これから発表しますけど、25位にの曲とものすごい迷ったんですよ。25位の曲はちなみにトリップマシンエボリューションのチャレンジです。さっきあのエキスパートが出てきた時にコンボなんだって言いましたけど、鬼は全然コンボなんじゃないんです。どちらかというと体力的な難しさと、あと同時押しが連続で来る。まあただあの連続の同時っていうのは18クラスになってくると、やっぱりその17で300なんだっけ、マックス300 の, あのスーパーマックスミミックスなんていうのもありますから、あれの延長線上みたいなところもあるんで難易度がつけづらいんですよね。でちょっと迷ったんですけども、マックス300の X スペシャルとトリップマシンエボリューションの、チャレンジはまあほぼ同等、ただクリア難易度で局所なんか全体なんかでやっぱりマックス300の方がほんの 0. いくつか下かなって思いました。はい、そんな感じです。でマックス300の X スペシャルとして、18の中で簡単かっていうと、まあ振り回しが難しくて、まあといわゆるパズル譜面っていう、その考えて足を動かさなきゃいけない、スライドすると取れなくなる渡り譜面なんかがあるんですけども、まあそれは初見は苦戦しますけども、2回目3回目やっていくと、まあ、BPM が300しかない、まあ、言うて150の2倍速、2倍とか2倍取り、まあ、150で16分くるのと一緒ですから、まあさほどそのクリアには苦戦しない。振り回しが多いところ、まあ、簡単な攻略法としては、同じ方向を向き続けて、まあ、踏めないとこは踏まないか。で、渡りきれなければ、両サイド1番、8番のパネルを踏まないとかしていけば、そんなに難しくはないです。クリアだけの対策なら。まあ、ちょっとコンボが難しいんですけども、まあ、18っていうのはそもそも難しい難易度ですから、この辺りにいます。じゃあ、ワースト2位、ワースト2位。27位発表。じゃん。はい、漢字合ってるかな。メイのチャレンジ。まあ、2DX やってる人とかだったら、なんでメイこんな18の中で低いんだとか思うかもしれないですけども、DDR ではそんな、まあ、シングルは難しいですけど、ダブルはそんなに難しくないです。総合評価 18.02。これもちょっと考えたんですけどもね、エゴイズム、さっきあの17のエゴイズム。下比が 18.05、 これ総合評価なんですけども、よりも若干低いかな。クリア難易度はエゴイズムよりと同等ぐらいなんですけども、なんとも特徴のない譜面っていうんですかね。基本的に正面です。あと譜面がいわゆるスカスカっていうんですかね、間がすごい空いてて、倍速を速くしすぎるとちょっと苦戦します。あと BPM 変化が中盤で連続的に一回ガクンと落ちてからだんだん戻っていくような、ちょっとデルタマックスみたいなのが入ってくるんですけども、そこだけちょっと配置が難しいかな。でもゲージ落とさないかなっていう感じですね。まあ
言ってやっぱりこの BPM 変化が難しい曲っていうのは簡単気味になるっていう傾向がやっぱりこの逆詐欺に入ってくるって傾向がありますね。まあ BPM200 ありますけども17とかで200とか220とか400とか入ってきてるんで18の中ではやっぱり弱いです。まあちょっと体力系の譜面だと思えばそんな感じです。18はこんなもんだって思ってくれれば18の譜面ですね。もうじゃあ18で一番簡単な曲いきましょう。クリア難易度一番簡単な第28位、じゃん、 Go for the top チャレンジ、総合評価 17.88、この 17.88 はスコアがちょっとあの連続停止と超加速があるんで高めについてるんですけども、クリア難易度はもうちょっと低いです。18としての難しい難所がどこもないっていう僕の評価です。これはクリア難易度はですね、まあリズムが若干12部とか入ってきますけど、そんなレベル15のね8部から12部に変わるみたいなリズム取るのと変わらないんで、ちょっとあとは当たりと16部がどんなもんかというとやっぱり17台の譜面かなって思います。で、まあ、シングルやった人ことある人はシングルの Go for the top はかなり18の中でも難しい方なんで、これここなのって思うかもしんないんですけども、シングルのような後半同時押しもなくただ渡りです。シングル特に前半の交互に踏めない、まあ頑張って踏めばスイッチとかになるんでしょうけど、ああいう感じの配置も一切ない、タカタ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 っていういわゆる三連かぶせ渡りっていうんですけども、あれがちょっと来るだけで、かぶせって基本的に後ろに通すのが難しいんですけども、これミラーかけると全部上から下ろす感じなんですごい簡単に、ミラーかけるとさらに難易度が下がりますね。これ今正規で難易度、正規譜面で難易度を僕は決めましたけど、そんな感じです。まあそうですね、クリアはそんな感じです。まあ言うてスコアも取りやすい、PFC を取るとき、パーフェクトフルコンボを取るときだけ18の中でも難易度が高い。まあそれはソフラン停止のせいなんですけど、超加速か。BPM 変化超加速のせいなんですけどもね。やっぱりこの BPM が変化する停止が多いっていうのがね、逆詐欺に入ってくる傾向だと思います。じゃあ、18のトップ3。まあこんな言うて18、19までしかレベルないんだから、もうほとんどね、最強クラスっていうところですよね、これ。はい、第3位。じゃん。オーバーザピリオド、エキスパート、総合評価、高助評価 18.90。難しいです、これは。全然話題にならないんですけどね。まあ、やっぱ、チャレンジがやっぱり、ちょっと有名な譜面、有名ってほどでもないですけど、あんまり話題になってないですけど、その、やっぱりレプリカントイグニッションの最終ボスということで出て印象はかなりあると思うんですけどもね。まあオーバーザピリオドというとですね、その倍速の問題で前半が遅いか後半が早いかみたいなところが難しいとか、まあ連続停止、特殊なあのリズムがあるところ、いわゆるウェーブ地帯ですね、ああいうのがあるところとかが非常に難しい、いわゆる BPM 変化停止の譜面だと思われがちなんですけれども、ここにいるオーバーザピリオドさんは、ストリーム値、いわゆる疲れ体力譜面っていう意味でかなり高いです。バルキリーディメンションのエキスパートみたいなんだったらずっと低速が続くから難しいよみたいなイメージで、あれは BPM 変化曲だって言えるんですけど、オーバーザピリオドに関しては BPM 変化なんてのは本当におまけみたいな感じで、本当に体力譜面です。これ非常に体力を使う、特に160の BPM のところ、デケ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 、あそこ18の中でもうストリーム値かなり高いです。で言うてこの曲スタートが早いせいもあって1曲がものすごい長い、まあ、曲自体の長さは他にも長い曲あるんですけども、とにかくスタート位置が早いんですよ。スタート位置が早い分終わりまでの譜面量がかなり多いで密集してる。そして400台に入ってから、420でしたっけ、入ってからのかなり急激な渡りがきます。そこまででもかなりもう普通の曲だったら1曲分ぐらいの疲れが来るんですけども、後半スピードアップしてからかなり難しいです。で露骨になんか最後に地段打がきますからね。で一番最後の渡り、420の渡り、
あれ上から下に下ろす、正規譜面で、逆だ、下から上に上げていく譜面かなんですけども、あそこの難易度は一瞬だけ19いくんじゃないかなって思います。あれだけ非常に難しいです。まあそんなわけで第3位オーバーザピリオド、エキスパートでした。じゃあ第2位レベル18のクリア難易度第2位、じゃん、はい、プルトレリンキッシュチャレンジ、総合評価 19.15、 19いっちゃったよって思うよ俺。ですね、これ総合評価だから 19.15 なんですけども、クリア難易度は 18.9 いくつかなって思うんですよ。そのプルトレインキッシュに関しては、まあ、難所が非常に難しいんで、難所以外でゲージを稼いでいればある意味ワンチャンある、クリアとしてワンチャンある譜面なんで、なんとも難易度がつけた。ただコンボに関してはベラボに難しいんで、まあいろいろ総合して、でそのコンボの部分、最後3回連続で滝が来るんですけども、その部分でやっぱりそこまでゲージをマックスにしていてもそうそう簡単に超えれないっていうことで、ここに入れました、まあ、本来普通に総合評価でつければ多分1位なんですよ。プルトリリンキッシュっていうのはもう19に行けっていう譜面なんですけど、今回クリア難易度でってことでもう一つ上があります。プルトレインキッシュに関してはゲージ満タンで滝入ればワンチャンあるだろうって思うなら、エキスパートまずやってください。エキスパートもレベル18です。本当にこれ同じレベルかって多分エキスパートやったとチャレンジやったら思いますから、まずクリアしたかったらエキスパートやって、エキスパートだったらちょうどこの26位と3位だったらどうだろう、20位ぐらいに入るのかな、そのぐらいの難易度なんで、まあ、そんな感じです。これ非常に難しいです。現在1月何日だっけ、今日の時点でまだ、もう出て11年だか2年経つのかな、この譜面出てまだフルコンが1人もいません。だから僕も目指してるんですけどもまだいません。まあ出したいですねこれ。じゃあ18のクリア最高レベル、じゃん、発表。はい、1位東北エボルブドチャレンジ。これは 18.85 って総合評価つけてプルトリリンキッシュより低いじゃないかって思いますけど、これ総合評価なんで、スコアが取りやすいんでね、スコアだけ取りやすいんでちょっと下がりましたけど、クリア難易度が非常に高いです。やっぱりゲージクリア、普通のゲージでクリアする際にですね、もう前半気に持ってかれます。下手したら20秒持たない、18他クリアできるのにこれ20秒持たないなんてこともあります。そのぐらい前半が非常に詰まってます。でその前半を抜けた体力で後半は譜面がそこまで難しくないんですけども、片足ずつ殺しにかかってくる、同じ足を連続で使う譜面が連続できます。でかつ渡りです。体力をかなり持ってかれます。非常に難しいです。まあどうでもいいですけど、最後の1個同情しがランダムで来るっていう、まあそこは別に難所じゃないんですけども、フルコンボ狙ってるときあそこで切るとかすごい悲しいんで、だからフルコンボ難易度も非常に高いですねこれは。そんな感じです。東北エボルブドに関しては本当に前半20秒から30秒のところがあまりにも難しいです。はい、そこに行くまでに多分なんて言うんですかね、ストリームって体力を使う部分って一曲の間ダラ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 長い譜面が多いっていう疲れと、またそれとは別にですね、勢いっていうんですかね、トリガーとかもそうなんですけども、なんか瞬間的にものすごい早く動かなきゃいけないっていうことによってですね、いきなり 50m 本気で走りましたみたいな疲れが来るんですよこれ。オーバーズピリオドなんていうのはどちらかっていうと、まあ、約2分間の曲をずっとなんかハイペースでマラソンしなきゃいけないみたいな疲れなんですけど、東北エボルブドに関しては最初の本当に20秒ぐらいまで全速力でダッシュしなきゃいけないみたいな疲れで、まあ、なんか風船膨らました後みたいな感じの疲れがその状態でダラ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 あと1分半ぐらい踏まなきゃいけないみたいな、そういう難しさなんですよこれ。18の中で特にいわゆる粘着っていう、何回も何回も同じ曲を1日でクリアとか点数狙ってやろうっていう思った時に18で一番きついですこれ。
まあ、ちなみにそれいう意味で、そういう意味で次に難しいの4位ぐらいに入ってくるのにブリューマイマインドとかあります。あとはなんだろうな、ニューディケードとかその辺がまあ10位以内に入ってきます。はい、東北エボルブはもう本当に殺し譜面です。まあ、そんな感じで18トップ3ワースト3、詐欺逆詐欺でした。まあ、ワースト3に関しては17から18に上がるときにぜひやってみてくださいねって言うんですけども、このトップ3、18位のトップ3に関しては19やる前にやるってよりも下手したら19の方が点出るんじゃないかなっていう、まあ、ポゼッションのチャレンジとか、バルキリーディメンションのチャレンジの方が下手したらプルトリリン機種とかより全然点数出るしクリアもできるんじゃないかなっていうこともあるんで、じゃあ18が一つずつ埋めていこうっていうんじゃなければもう19に行っちゃってもいいかもしれません。この辺挑戦するんであれば、そのぐらいここは難しいです。はい、まあ、ただしね、195曲しかないんですけども、オーバーザピリオド、エゴイズム440、パラノイア、レボリューションのこの3曲に関しては、もうちょっとはるか桁が違うレベルなんで、まあ実際クリアしたいって思う人はいいんですけども、なんていうんですかね、好奇心で選ぶと後悔すると思うんで、まあ、この辺やってみたら、先にやってみたらいいんじゃないかなって思います。まあ、そんな感じで、レベル18トップ3ワースト3でした。はい、そういうわけで、年末年始スペシャルの年始の方ですね、お送りしてきました。前半は、簡単なパフォーマンス講座、後半に関しては僕の部屋の紹介と、レベル16から18までの詐欺逆詐欺ベスト3ワースト3でした。ちなみに逆詐欺詐欺のなんていうんですかね、今回やった中での総大賞は、トリップマシンエボリューションの、エキスパートですね。もう17.72 って僕つけましたけども、7人もオーバーしててる曲なんてまずないですからね。他の難易度いっても詐欺逆詐欺を探しても、あれだけは早く17にしてくださいって本当に願います。まあ、そんな感じでお送りしてきました。年末年始スペシャルいかがだったでしょうか。だいぶ長くなりましたけどもね、ここまでご視聴ありがとうございます。次回からは、まあ、通常営業といったらなんですけども、普通の放送サイズでですね、まあ、長い場合には何パーとかに分けて何日目っていう風にやっていきたいと思います。よかったら今年も、ずっと見てください。高須の部屋、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次回。